かつて世界は戦いの絶えない戦国時代だった。一国一里というシステムはまだなく、忍びの組織は一族単位の武装集団でしかなかった。戦乱の世で物を言うのは力。ウチハ一族はズヌケダチャクラとシャリンガンを有した戦闘一族として各国に知れ渡っていった。そしてウチハと双璧をなす最強と呼ばれた森の千獣一族、その多さで忍び世界の頂点と言われた千獣柱間。ウチハと千獣、二つの一族は幾度となく戦った。しかし果てることのない戦いの末に待つものは一族の滅亡。そう考えたウチハと千獣一族は、対立の立場から一転、手を取り合い新たな組織を作り上げた。それが後の木ノ葉隠れの里となった。だが所詮ウチハと千獣は水と油、交わることなどできはしない。それが分からぬ連中に裏切られたウチハ・マダラは里を抜けた。そしてマダラは復讐者となり、木ノ葉隠れの里に戦いを挑んだ。互いの意志をかけた新天道地の死闘は終末へと行き着き、
そしてマダラは。柱間に破れた。ウチハマダラは破れた。だが戦いは終わってはいない。これは新たなる戦いへの火蓋にしか過ぎんのだ。